ニューストナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます。声のアンカーマンは産経新聞編集員の安本俊久さんです。さあ今夜は何が見えたでしょうか。はい、えー。戦国武将の住民票から河内の自治体の奮闘が見えました。うん、ということで、はいえー、今日は歴史クイズから始めてみようと思います。えーえー、大阪府の大東市にですねこんな住民票登録をされている戦国武将がいるのですが、<laughs> 誰でしょうか。 まず生年月日ですね。千五百二十二年。えー、日本風に言うと、えー、大英二年、大英二年という年になりますが。二月十三日生まれです。二月十三。初めて大東市の住民になった日は、千五百六十年。永禄三年の十二月十日です。はい。え特技。戦に勝つこと。<う>天下を治めること。い、はい。飯盛の名を世界に広めること。<う>趣味。 レンガを読むこと茶道を楽しむこと。うん、といえばですね、まあ、文化にもついた強い武将というイメージなんですが、えー、ヒントはですね「飯森」という地名なんですが分かりますか いやわかんないです。お茶と比べると <laughs> 豊臣秀吉とは思っちゃいますけれども。<laughs> えー、その時代だとも三国戦終わりですね。そういうことなんですもんね。はい、えー、実は答えはですねこの大東市から四条のあて市にまたこれ飯豆山という、えー、標高三百十二メートルの山があるんですがここに山城を築いてですねえー、まあ近畿一円を支配した、えー、三好長慶えー、<ー>漢字で言うとう長慶と書くんですが、はい、長いに慶応大学の慶ですねえー、この人なんですね。 で実は大東市民になった人として書かれているのがここのお城に入場した日なんですね。お城に入った日なんですね。でこの人どういう人かというともともとは山城国といいますから京都府の南部の方でですね五つの軍の守護代を務めている家の人でして、えー、室町幕府の官吏をやってた細川氏に仕えていた人なんですね。うん、ただ、えー、まあ戦国の初めぐらいから徐々に力を蓄えて、はい、自主的には主権をまあ篠井でです、ね。 ですねえー、近畿地を支配した人なんですね。 で最後はですね実はさらに家来のですね松永久出に騙されてですね弟たちをですね討ち取ってしまうんですねそして自らの力を削いでしまったことになって、えー、43歳で、まあ、失,失意のうちに亡くなる人なんですね。ですから全国的には知名度がいまいちなんですが織田信長がね今日を抑える前に、えー、機内を自主的に支配したという意味では戦国最初の天下人と。 まあこう呼ばれている人なんですね。この方に住民票なんですか。そうなんです。大統治がね、<laughs> えー、大統治はこの人をね強度の誇りだ。 ということで観光の目玉にしようとして作られたのが実は住民票なんですね<ー>。で大統治としてはそれだけではなくてその最初の山城の飯盛城ですねここの城跡の調査をして国の史跡として登録してもらおうとしたりですねあるいは長吉の歴史にまつわるまちづくりを進めようということで市民サポーターの養成講座なんかを作ったりしてるんですね。で市民の間でもそれに応じる動きが出てきて、はい、まあその一つがですね実は10月28日 にえー、大東市役所の玄関に長吉の銅像というのが建てられたんですが、はい、これは実は大東ロータリークラブの人たちが、まあ、寄贈したものなんですね。 です,ね、ですから永井翔を検証しようというムードは確実に市内で広がっているということなんですね。からもう一つ実態で市場のあて隣の市上なあてもここも挙げときたいんですね。はいえー、飯森山ゆかりの武将で町おこしをしようということでは実はこの市も一緒でして、えー、ここが取り組んでる武将はあ南北朝時代に地上なあてで,です、ねまあ、陣を張って、えー、室町幕府の大軍と戦って で亡くなった。これシロナーテの合戦というんですが、草の木真砂蔵という人を検証しようとしてるんですね。えー、これはもと々真砂蔵さんというのはカ内チかじしても南カ内のですね、千早やかさ村で生まれ育った武将なんですね。で、シロナーテの戦いで亡くなった時は二十三歳でして、えー、まあシロナーテという場所は。 合戦で最後亡くなっただけの場所なんですが主要なわての人たちはこの武将の最後を惜しんでですね、うん、今に至るまで広大な墓地とですねお墓を守り続けてこられていたんですね大切にしてこられたんですね、はい、で、まあこの人を検証しようということで、えー、近年はですね小学校の副読本にもですね主要なわてゆかりの歴史上の人物ということで紹介されているんですねで、これがまだ市内で広がりを呼んでまして主要、えー、なわて市にキャンパスがある大阪電 基通信大学ここが、えー、塩縄手市と協力してですね摩擦羅の生涯を、えー、絵本にするという作業をしたんですねこれ以前もご紹介いただきましたよね、はい、これは一つもうこれはできた図書館には寄贈されているんですねで来年大きなものがあるんですね三、えー、月の十九日にですね、えー、千数百人が集まるシンポジウム、えー、湘南港と塩縄手市、えー、摩擦羅港の生き方と魅力というのを開催するというんですねうん、うん えー、これはもう嫉妬実は産経新聞が共催する形になるんですが、はい、中身を少し言っときますと雅楽師の東輝秀樹さんが基調講演をされるんですね。からツラの足跡を研究している、まあ、市民団体で塩てクソルキマサ正ラの会という会があるんですがそこの大木谷明さんという会長さんが、まあ、活動報告をするということですね。からあ今東周平さんという方があ ここの市長さんとそれからあ市内にある政面を祀っている神社城又神社の寺井さんという宮司さんたちがですねパロディスカッションをするんですね。でその中で、えー、お父さんの楠木正成の意志を引き継いでですね後醍醐天皇のために、えー、義を貫いて戦ったマサのラの 生き方を、えー、市として誇りにしましょうよとうこういうまあアピールをする狙いがあるということなんですね。でこの大東と使用なって二つの、えー、市の試みには僕共通点があると思うんですね。はい、いずれも小さな地方都市なんですがそこで活躍した歴史上の人物をですねこれもまあ全国的な知名度ということでは少し足りない部分があるんですが、えー、その功績を、えー、十分に地元としては誇りになるもんだと再評価している点ですね。そしてその人たちを検証することで。 市民の共同愛につなげようとそしてさらに言えば全国的なアピールポイントに育てようというところですからまあその方法とか着眼点は非常にいいなと思うんですね。どんな土地でもですね、えー、探せばあるいは視点を変えるとですね、うん、十分これはうちの誇りの人ですよ誇れる人ですよという人は必ずいますから再発掘その人を発掘してねいわゆる町おこしの材料にするっていうのは 非常に安上がりで効果的な僕は地方創生策だと思うんですね。何かを新たにこうね、はい、あの作ったりするのではなくて、作ったりあるいは外からいろんなものを持ち込むんじゃなくて、自分たちの街に埋もれているものをもう一度掘り返してですね、これをまあ磨きをかけていって全国に訴えるまあえ宝物にしていくという意味では非常にいい。 地方創生策だと思いますからこの西にですね学んでルック地元といいますかね地元を見ようあ,<ー>あるいはルック足元というかね足元を見ようというねそういう事態が増えればですね来年以降の日本はさらに楽しい街がいろんなところにあるというふうになるんではないかなと思います。アンンカーマンの目でした